現在、沖縄県嘉手納基地に、F-35 や、普通に戦闘機が、対中国抑止力強化を図って、訓練を増やしています。今回は、嘉手納基地での沖縄メディアの報道について、詳しく見ていきます。現在の独裁国家を前にすると、米軍基地があることが心強いと感じますが、沖縄県のアメリカ空軍嘉手納基地には、2022年2月19日以降、アメリカ本土のアラスカ州イールソン空軍基地から、第354戦闘航空団、354FW 所属の F-35A、ライトニングに、12機が展開配備されているが、それら外来の F-35A によって、普通の生活ができないほどの騒音が発生しているとして、琉球新報が、盛んに、ネガティブキャンペーンを張っている。琉球新報によると、2月25日には、F-35A が、あらかじめ着陸副業を意図した侵入で、滑走路に設置せずに、滑走路上を通過し、再上昇する着陸訓練である、ローアプローチを行っていたとして、嘉手納町内のすべての騒音測定局で、90デシベル以上の騒音を記録したとしているほか、3月1日には、嘉手納町内にあって、嘉手納基地を一望できる、道の駅嘉手納、において、嘉手納町基地対策協議会が、騒音調査を実施、F-35A の離陸時に、103.6 デシベルの騒音を記録したとしている。さらに、F-35A が飛来する以前において、普段は、100デシベルを超えることがなかった地域において、100デシベル以上の騒音が確認されたと言われているとして、嘉手納町の担当者が、外来機は、基地の常駐機と違い定められた、飛行経路を逸脱する場合があり、そのために、普段より騒音が増しているのではないか?と、分析したと、伝えている。しかし、普段は、100デシベルを超えることがなかった地域において、100デシベル以上の騒音が確認されたとしているのは、あくまで伝聞した内容であり、それを示すデータや出どころは明らかにはされておらず、記事を執筆した記者の不確かな伝聞をそのまま記事にしたと思われるのである。そして、記事では、所属機の通常訓練に加えて、早朝から鳴り響く外来機の爆音に、住民は普通の生活ができないと悲鳴を上げるとしているが、早朝から鳴り響く外来機の爆音が、まさしく、F-35A の爆音であると示す証拠の提示がなく、騒音が発生した飛行の日付、時間、回数などのデータも記載がなく、住民が悲鳴を上げるとの文言も、記者の想像によるものではないかと疑われている。F-35A の騒音が、他の戦闘機と比べて、格段に騒音が大きいかというと、そのような事実はなく、2007年に、嘉手納基地周辺において、日東方音響エンジニアリングが実施した、騒音測定によると、嘉手納基地の滑走路端に近い、北谷町の砂火測定局における騒音は、F-35 と同じ第5世代ステルス戦闘機である、F-2 に、ラプターが 86.4 から 113.1 デシビル、F-10 の、イーグルが 82.7 から 103.9 デシビル、F-A-18、スーパーホーネットが、100.3 から 109.7 デシベルとされており、測定場所が違うとしても、道の駅嘉手納で測定された F-35 の 103.6 デシベルが飛び抜けて高いとは言えない。実際に、2021年7月20日に、防衛省が、航空自衛隊の F-35A が配備される予定の石川県小松基地において、青森県三沢基地に配備されている F-35A を飛行させ、ローアプローチよりも大きな騒音が発生するとされるタッチ&ゴーを実施して小松基地周辺の105町内会で作る小松飛行場周辺整備協議会周辺協や下元住民などに F-35A の騒音を体感させる試験を実施したが周辺協の小前田明会長は個人的には F-15 と比べてうるさいという感じはなく周辺協のメンバーからも音が大きいといったような言葉はなかったと、地元新聞に語っている。
この琉球新報の記事について、インターネット上での反応は、100dB の騒音は、電車が通過するガード下の音とされるほど、確かに大きな騒音であり、ウクライナ侵攻で緊張が高まっていることで、離着陸回数は増えていると思われるので、基地近隣の住民の悩みは理解できなくもないと、住民に対し、同情的な声がある一方、沖縄県外の基地周辺住民からは、航空機の離着陸時の 100dB は、一過性のものであり、のべつ幕なしに、離着陸を繰り返していないのであれば我慢できないことはないとの声も上がっている。また、琉球新報は、ウクライナで起きていることを知らないのか？そのことで、極東のロシア軍や中国の動きを警戒するため F-35A を配備していることを否定するかのような記事は、日本の新聞社とは思えないとの声も聞こえるほか、普天間基地もだが、嘉手納基地ができる以前から住んでいる住民が抗議をするのは理解できるが、基地が運用されてから近隣に越した住民は、基地の存在を納得しているはずで、クレームをつける権利があるのか？との意見も垣間見られる。実際に、嘉手納基地と関連施設がある嘉手納町や北谷町は、基地の運用が開始された後に人口が増えていて、嘉手納町は1950年に約6800人だったものが、2015年には約1万4000人に増え、北谷町は約1万人だったものが約2万8000人と大幅に増加しており、基地周辺人口の大半は、基地の運用が開始されてからの移住者と言えるのである。また、在日アメリカ空軍によるスクランブルは、1957年以降では、日本に任せている形になっているが、ロシア軍機や中国軍機が同時多発的に飛来して、航空自衛隊那覇基地の F-15J や福岡県築城基地の F-2 だけで対応しきれない場合は、アメリカ空軍へ対応を依頼することがあるほか、在日アメリカ空軍が独自の判断でスクランブルをかけることもある。中国軍機やロシア軍機が夜間から早朝の時間帯を避けて領空侵犯してくれるのであれば、琉球新報や下田住民が望むように日中の飛行だけで済むであろうが、残念ながら敵性国家の軍用機はそんなことに配慮をしてはくれないのである。ネット上では琉球新報は、批判する先を間違えているとされ、さらに、台湾が、ウクライナのように侵攻される危険が高まる、この非常時に、軍用機の離着陸が増えてうるさいなどとの記事を発信することが理解できないとの声も上がっている。さらに、アラスカ州イールソン空軍基地は、本市の取材に、F-35A の滞在期間は回答できないとしていると、書いていることに対して、F-35 が所属するイールソン空軍基地に F-35A の滞在期間はいつまでと聞いたところで、非常時の軍事機密を答えるはずがなく、回答がなかったことを批判的に書くお花畑的な発想に呆れる声が多く挙げられている。ウクライナでは予想外の抵抗によって、ロシア軍の侵攻が進まず、今のプーチン大統領の意識に極東はないと思われるが、この先、プーチン大統領の思い通りに決着したならば、次の標的は、バルト三国家ジョージアかモルドバ、そして日本だと言われている。中国が、アメリカのバイデン政権が、ウクライナを見捨てたように、台湾も見捨てるだろうと見れば、北京パラリンピック閉会後に、侵攻を開始する可能性は高く、尖閣諸島の実効支配に動き出すかもしれない。そして、もし、アメリカが、本当に台湾をも見捨てることがあれば、核兵器使用をほのめかせば、日本でさえも見捨てる可能性があるとみて、ロシア軍が、アメリカ軍基地のない北海道に侵攻してくるかもしれないというのが現状だ。嘉手納基地の F-35 が、長期的な滞在になるという見方もあり、さらなる騒音激化が懸念されているなどと、
お花畑的な記事を書いている状況ではないのである。